はい、どうぞ、六さん。私は彼女の甘ったる笑顔を信じません。はい、どうぞ。人間は、哺乳類であり、彼らの、胎児性は、その卵児性に比べて、彼らの子供たちにより高い、生き残り率を与えることを彼らに考えています。OK、うん。単語帳でこの単語を確認しなさい。あ、じゃあ、グロスリーね。なんとか辞典。生後辞典。生後辞典。生後辞典じゃないよ、グロスリー。単語帳。単語帳とは言わないな、あれ。なんて言うんだよ。辞書。うん。あの、用語集。うん、こっちで。多分これね、違った意味で辞書って書いてないから絶対この意味なんだと思う。はいはい、用語集。だから多分それで覚えた方がいいと思います。はい、はい、用語集でお願いします。用語集、グロスリー、用語集、OK。グロスリー、大丈夫？はい。その動物は、水を見つけるためにその干からびた、森を離れています。その、声楽曲は、傑作からほど遠いです。はい、彼女は、彼が彼のビジネスを、経営していたやり方を、コンスタントにあざけった。あざけった。彼女の理論は、その、科学業界において、なんか、いやいやながらも受け入れを走り始めた。うん、私の家族のなんか血脈に興味を持ち始めた。カブトムシは、その木から、分泌するなんか木の樹液を飲みます。針において溶けている雪は、通常、そのなんか谷に侵食する、ケタダクトを形成します。だからケタダクトは小川。うん、まずこっちがってダメだ。まずこっち殺到するじゃないの。え、殺到する。こっち、殺到するも合ってるけど、殺到する、屋根にいっぱいにする。同じだろ。充満させるとかいっぱいにするとかね。殺到するもいいけど、何かこう、あの谷がいっぱいになっちゃうんだよ、このメルティングスノーでね。キャダラフトは急流かな。急流やっぱり急流だね。氾濫させる、そう、いっぱいにする。だから殺到する、まさにこれね、氾濫させると、殺到するとちょっと違うからさ、はい、谷に殺到する、谷を氾濫させる、はい、谷をいっぱいにする、イナンデイズでいっぱいにする、谷をから溢れ出てしまう。分かった、はい、はい、これイナンデイズで溢れ出る、こっちは急流。はい、お願いします。5回。やった、うん、はい、間違いないね。はい、その必要とされた利益は、連連された保険数理モデルを使うことによって計算されます。うん、それは厳しく精査されています。ゆっくりね。彼は、副業を投げつけるやつだったので、彼は止まらなかった。うん、そのカーペットにはふんふん嗅いでいるフォニーの子犬は出産の役には立たないでしょう。夜、酔っ払った監視員は、囚人たちを解放した。私はこのカメラはぶっ壊れていると思います。もし私が私のポケットにお金を持っていたら、私はそれを浪費しがちです。その、被告人のなんか弁護士は、うん、彼女の、顧客の若さを理由に、寛大さを求めた。寛大なさを求めて、寛大な判決を求めたね。一応私たちがあなたの、なんか、ルミスなんだっけ、前提を受け入れるならば、うん、その結論は簡単に推論可能でしょう。推論可能です。一度我々があなたの前提条件を受けてみたいな、結論簡単に推論が推測可能だね。 OK、 発行と腐敗の間には明らかな違いがあります。はい、その辞書はいつも、単語の意味を与えています。はい、どうぞ。彼は、その不敬法のもと、その不敬罪法のもと、その天皇のポスターを怪我した角でなんか牢獄にいられた。うん、いいでしょう。その最も先生たちは、先生たちを、兵士たちを導くものであり、うん、なんか、ドミニアだからなんか、わめき散らしたりとかなんか、うん、ちょっと違うな。怒鳴り散らす人らありません。まあまあそうだね。ドミニア、なんか、威張り散らす、怒鳴り散らす、まあそんなイメージ。いっか、これは。ドミニア、威張り散らす。次行こうか。
その、スカーベットの匂いをふんふん嗅いでいるコニーの子犬は出産だけでは立たないでしょう。うん、彼女は、女性の権利のためのなんか、勇敢な、運動家、何年も運動家をしていますとか。うん、私たちは、公職における汚職をみすみすに逃すことはできません。うん、林業は彼女における一番主要な産業です。Okay. 彼は、ビビって、しただる。震えた。うん、okay.それは、完全ななんか冷たい鉄の感触がありました。Okay. それは巨大な事業です。うん、あなたはそのなんか、あなたは、釣りに対応するための資源を持っていると思っているんですか。時々彼は、私をなんかイライラさせるので、私は彼の首を絞めたくなります。ちょっとこれね、ドミニアやっぱり下の言われちゃう、そっちに行きましょう。はい、3回だいもうやったんだ。言われちゃうやったんだっけ。うん、言われちゃうのがいいな、やっぱり。おい、そのなんかフラスコ内の空気は圧縮されていた。はい、このシェフは、その食べ物をより美味しくしてやり魅力的にします。うん、私は今のところ2週間の間ダイエットしています。そしてそれは苦行の域に達しています。 OK。その裏には、裏屋根からの箱は、宝石の種だったな宝石を組んでいました。裏屋根、屋根裏だだよね。はい、63歳の時彼は未だなんか、しなやかでなんかカマ、ポーパインだからカロカキではないな。まあ、言いたいことはわかるけどカマキリではないな。ポーパインはイメージは一緒だ。カマキリのようなでもだけど、まあ、ボルパインって、あ、ボーパインで、これ、せっかく動物の名前ね。七不思議。動物だっつってんだろ。手足4本だよ。昆虫じゃないよ。わかんない。お産する？あ、キツネです。あ、キツネ。はい。はい、4回、5回お願いします。ボーパイン。キツネ、ボーパイン。スネフォックスいいだろ。うん、ダメ、ボーパイの敵やつだ。ボーパイ、オッケー、大丈夫。はい、こういう言い方でさ、ケイナインって言い方もあるでしょ。うん、犬のって意味で、うん、あれもドッグで出て、文章で出てきてくれなくて、わざとケイナインで出てこられるからみんなわかんない。うん、これもフォックス出てこなくて、ボーパイで出てくるから多分わかんない。わかった、はい、おい、オッケーです。そのキツネは、うん、その金にかかれることによって、その、狩猟家を騙すことにする。なんとか騙した。うん、彼のなんか、少ない給料は、彼に新しい車を買うことを許しませんとか。まあそれでいいでしょう。私はそれがそんなに複雑な問題だったという考えを持っていなかった。私は私の上司が、能力のある、マネージャーなので嬉しいです。はい、その鳥は、そのなんかカバと共生しています。カバと共生しています。はい、はい、どうぞ。彼はいつも、彼らがその彼らの受け入れの映画で出会ったことは運命だと言っていた。はい、彼は、赤と緑色のスーツを着てまるでピエロのようでした。ピエロのようでした。私がリンゴを食べる前に私はその茶色い部分を切除するでしょう。はい、アメリカは、神の摂理によって攻撃された。オッケー。アンウェンディ、マタラナを、魔術師。はい、その壁紙は、湿ったスポンジによって検閲されることができます。 OK。 彼の少ない給料は新しい車を買うことを彼に許しません。 OK。 運命論を持って彼は、その人生の困難さを受け入れた。 OK。 小説、違う、おとぎ話は、うん、子供たちが、彼らのうちに存在している不満やジレンマに 対応することを可能にしています。役立てます。実存的不安ね。うん、いいね。うん、自分何のために生きてるのかな。うん、はい、次。時々彼は私をイライラさせます。だから私は彼らの首を絞めたくなります。はい、OK です。